はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。今回はベース電圧とコレクター電流の相関関係のベンチです。まず 2SC の R502EB から調べてみたいと思います。こちらにデータシートが見えていると思うんですけども、このデータシートの中に特性グラフが掲載されています。横軸は VBE、 これはベースエミッター間の電圧という意味ですね。縦軸は IC、まあ、コレクターカレントって書いていますので、コレクターを流れる電流です。まあ、このグラフの意味から取ってみると、どうやらベース電圧を0から 1.5V まで変化させた時のコレクター電流のグラフをプロットするということになっていますね。まあ、それでその時の条件として、コレクターエミッター間の電圧は 2V ですよっていうふうに指定されています。でさらにここにパルス度というふうに書かれてますけれども、まあ、これはですね、連続電流で計測をすると、デバイスが部品がですね熱くなって、正しいその温度特性で取れないというふうなことになるので、パルス電流でパワーをあまり発生させないような状態で計測しましたというふうなことを意味しています。まあ、ですけども LT スパイスではどんなに電流を流してもスパイスパラメータとして温度をして変更しない限りはいつも同じ温度ですので、まあここは回路的にはパルス度という形にしないでやってみたいと思います。でこの条件で書いてみた回路がこれです。入力に、電圧源でベースの電圧をこれでこの Vin の変数を頼りに変更します。でそれと同時に、まあ、出力は 2V って固定されてますけども、VC という変数を使って、まあ、ここで VC イクオル2というふうな形で指定します。それでこの Vin の電圧は0から 1.5V まで変化させます。ここもオクターブって書いてあります。もうすでにオクターブは何回か説明しましたけども、2倍になるごとにその2倍間の間を10ポイント、この場合10ポイントで分割したような形でステップシミュレーションをするというふうなことになっています。それではこれでシミュレーションしてみましょう。横軸、まあ、0.3 から始まってますけども、前回説明しましたようにこのオクターブっていうふうにした場合、0って指定しますとね、0からは次の2倍がわからないので、まあ、こういうところから始まってしまうんですけども、今は体勢に影響がないのでちょっとこのまま進めたいと思います。で見たいグラフはコレクター電流ですので、このトランジスタのコレクターのところで電流プローブになる状態でクリックします。まあ、これがこの特性っていうことで、ちょっとデータシートと全然違うんだけどっていうふうに思われたと思いますね。それはまあ軸が違うからなんですけども、これ見ますと、まあ横軸は普通のスケールですけども、縦軸が対数軸になってますね。ですからグラフの方もそれに合わせてみたいと思います。ちょっと位置を変えますね。こちらの縦軸のところのグラフ、ログの状態にして、さらに一番下を1ミリから、それから1000ミリまで、まあ1アンペアですけども、こういうふうにしますと、グラフは25度をここをベースにしてこういうカーブになっていまして、プロットしたカーブもこんなふうになっていて、まあ実際ここで、グラフは終わってるんですけども、まあ、シミュレーションも 1.5V まで強引にこうプロットしてまして、なんかこの辺でもう
電流が飽和しちゃっているのが見えてるんですけども、まあ、それで実際ここから上が、まあ、計測されていないのはコレクター電流の最大値が 0.5 アンペアだったんですけども、まあ、それをここの辺でもう超えそうになるからですね。実際カーソルを使って電流値を見てみますとここで400、まあ、この辺ですね、0.8 ボルトをちょっと過ぎたところでもうすでにここから先はトランジスタが壊れる領域だということなんですね。データシートを見ましても 0.8 のところをずっと上がっていきますとこの辺ですよね。やっぱりこの辺でもうすでに電流は 1,2,3,4,500mA に到達しようとしてますよね。まあ、ここから先は壊れてしまうと。まあ、そうするとシミュレーションの方も 0.8 まででいいですねっていうふうに思うわけでここの数値を変えるわけですね。右クリックしてダイアログを開いて 0.8 に変えました。でシミュレーションしてみます。グラフの状態を保存していなかったのでまたもう一度入れなきゃいけなかったんですけども、まず一度プロットのレンジが決まりましたらこのプロットセッティングからセーブプロットセッティングで保存しておきましょう。でこの横軸を見てみるとここのこの部分で 0.8 で終わってますからちょっとグラフと雰囲気が違いますので横軸を 1.5 ボルトに伸ばしたい、スタートも0にしたいということで0というふうに指定しまして、まあ、リターンを押すんですけども変わらないんですよね。この状態では横軸はしっかりこの範囲に固定されてしまってて変えることができないのでイメージがかなりこう違って見えてしまうんです。そこで今回は間接的なパラメータをステップしてグラフをプロットするということに挑戦してみたいと思います。間接的っていうのはここの電圧源を電流源に変えたということなんです。そうして横軸を電流で規定しようとするわけですね。トランジスタは電流増幅率ですので電流で規定した方が細かく見ることができるわけです。つまり電流に対して電圧よりはリニアな応答をするというふうなデバイスであるということですよね。まあ、そうしてここを IB っていうふうにしましてで IB を1マイクロから5ミリアンペアまでスイープさせて、まあ、オクターブですからその間10分解でということでスイープさせてみます。シミュレーションが終わりました。で横軸はここにあるように最後は5ミリアンペアの電流軸になっています。でまずはコレクター電流をプロットに入れます。そしてこの横軸を BE の電圧つまりベースエミッター間の電圧の軸に変えます。でここにですねBE というふうに記載します。まあ、そうすると横軸が BE になりましたけどもこれのスケールを0から今度は 1.5 までそして 0.2 の軸で、まあ、こんなふうに横軸が揃いました。そうして次に縦軸ですね、はい、1ミリから1アンペアまで、まあ、これでどうでしょう、グラフと似てきましたでしょうかね。はい、そっくりになってきましたね。で今、入力5ミリアンペアでここのカーソルを見るとちょうど、まあ、うまいことちょっと試行錯誤しましたけども500ミリアンペア近辺でグラフが終わっているわけですね。まあ、それでこちらのデータシートのグラフとそっくりになってきたというふうなことです。グラフを見てなんで4本あるのかなって思いになったと思うんですけども、まあ、ここに温度を書いてありますね。それぞれ温度によってこんなふうに特性が違うということなんでしょうね。 LT スパイスで温度を変えたこと今までありませんって実は私もそうなんですけども普段シミュレーションするときに
よっぽどでないと普通の回路では温度シミュレーションってあまり面倒くさくってやらなかったですよね。でも今回はベンチですので温度シミュレーションもやってみましょう。温度を変えるときにはステップをやはり使います。そうしてもうパラメータの名前が決まっていましてテンプになっています。でリスト、これは今までにも何回か使ったことがあるので意味があると思うんですけども、ここに書いてある今4つですけども、この4つのものを順番にやっていきますよということになっています。ではシミュレーション、先ほどシミュレーションしたときにプロットの状態を保存することを忘れていたので、またこんな状態になってしまいました。軸を元に戻しましたので、忘れないうちにプロットセッティングからセーブプロットセッティング、これを必ずしないと、今回のようにまた忘れてしまいます。どうですかね、それぞれ、同じような形で随分きれいに揃ってうまくいっているんではないでしょうか。ここでプロットのドキュメント力を上げるための技をいくつか紹介していきたいと思います。まずカーソルを出します。そうしてここの10ミリアンペアのところ、このような形でどうでしょう、まあ、ぴったり10ミリアンペアのところがないんですけども、ここにこういうふうに置きましてファンクションキーの F4 を押します。そうしますとこの点の数値がこういうふうに出ます。まあ、他のグラフにちょっと重なったので、横にちょっと寄せたいと思います。でよく回路図で握るのにはここのマークを使うんですけども、どうもここには全然マークがないので、ここで右クリックで、この中に、まあ、エディットの中でドラッグっていうふうに、まあ、あるんですけども、これメニューが深いのでとても使いにくいので、もう単純に回路図と同じ F6 のキーを押しただけでこうなります。でここを選択してこうやって移動していきますね。どうでしょう、もうちょっと下の方がいいですかね。はい。で次にもう一つのグラフの方に移動するのにはキーボードの上下のキーですね、上下のキーでこう移動しますので、まあ、上のキーを押すと次のプロットに移動しまして、これもこういうふうに引っ張ってきて、まあ、同じ10ミリアンペアのところで F4 のマークと。同じように4つ行いましたけども、もう最後のやつもこうやって位置を移動しようとするときに、まあ、うっかりこの文字だけ移動してしまったっていうときに、この矢印の端点を一生懸命握ろうとするんですけども、なかなか握れないんですね。これはこの端点を囲む四角形でこういうふうにして握るとちゃんと握れます。でここまで来るとここになんかタイトルもつけたいなっていうふうに思うわけですよね。まあ、やはりこう右クリックからドローの中で、まあ、テキストっていうふうにして、こんなふうになんか文字も入れることができますね。これは、もう少し四角く、ここが始点でここが終点と四角で囲んでみました。まあ、これでなんかドキュメント力がちょっと上がりますかね。まあ、私なんか普段提出したりすることがないので、まあ、こんなきれいにやることはまずないんですけども、こうやって数値化しておきますとですね、こちらのグラフを見るときにですね、比較しやすいですね。こちらのグラフのデータシートのグラフは細かくプロットされてますけども、この LTSpice の方は横のグリッドが少ないのでなんかポイントがよく見えないっていうことがありますよね。肝心なデータシートとの比較なんですけども、まあ、一番こちら側の温度マイナス40度からですよね。10ミリのところで 0.6、まあ、8よりちょっと下、こちらを見ますと774ミリボルト、まあ、0.77、まあ、そんなところですかね。
そして次が25度のところが0.6からちょっと半分いったところあたりですかね。0.66ですね。そして次が0.6よりちょっと下っていうところでしょうかね。0.57ですよね。で、最後が0.5近辺ですね。こう見ますと0.48。まあまあ近いところ行っているんではないでしょうか。では忘れずにこの状態も必ずプロットセッティング、セーブプロットセッティングでこういうふうにしましょう。今度はもう一つの大きなトランジスターの方、ESC の2979の方を見てみましょう。データシートのグラフはこのようになっていますね。ベースのボルテージは 2V までってなってまして、電流は 2.5 アンペアぐらいまでになってますね。で、回路は先ほどの回路と同じです。まあ、ですから、IB ベース電流で規定して、プロットします。で、ベース電流のこの最大値を求めるのはですね、データシートから、まあ、大体の HFE を見てきまして、まあ、その電流コレクター電流をその HFE で割ったところの最大値ということで、ちょっとこの辺がカット&トライっていうふうなことになるかと思うんですね。シミュレーションしてみましょう。まあ、このようなカーブになって、まあデータシートとまあ違うんですけども、これは縦軸が対数になっていないためで、もう事前にセットしてありましたので、縦軸を対数軸にして、まあ、横軸も0から 2V と、しかもまあ横軸、先ほどやったように VBE というふうな横軸、ここの電圧の横軸にしましたね。で、これでどうでしょうかね。電流がここまで届いていないので、ベース電流の最終値を 600mA まで拡大しましたら、まあ、2.5A まで届きましたので、まあ、こんな感じで。実際のデータシートはまっすぐ伸びてますけども、モデルの方は少しこういうふうにたわんでいて、まあ、ちょっとだけ差があるかなっていうふうな気もします。グラフの数値も今ここ 0.8V の時に電流値は 1.6A ぐらいにいってますけども、こちらのデータシートの方は 0.8 のところで、まあ 1. これ半分ですから25ですかね。まあ、これぐらいのところまでしか行っていなくて、まあ、グラフのカーブもちょっとだけ違うような、そんなふうな感じを受けますね。ここの曲がり鼻のところが0.6がここですけども、まあまあ曲がり鼻のところの雰囲気もちょっとだけずれていまして、まあ、全体的にちょっとだけシフトしているような気がします。小さなトランジスタの ESC-R502 はまあかなり合っていましたけども、この大きなトランジスターの方は少しずれているかなっていうふうな気がしますね。